結局、はい、役場へ超えて渡るで事務やと思ったの。そしたら事務の、 あの総務とか国民健康保険の保険証とかで、あとはあの業務の仕事を掃除したりお茶抱いたり、それを2年やらずに、あと診療、あの頃結核が流行っとったんだ。戦後的、戦後とかないけども、結核が流行っとって、飛騨中の市町村で、あの一番何すると診療所を建てるのは地域 の、 あの学校校舎より診療所やな、うん、で、入会でも28年に診所を建てた。またそこへ人がいるろ、それで今度私にちょっと村長が逃げ上がれって言って行って、また診療所ができたで、お前行って、あのレントゲンの資格も取られせるし、臨床検査も取らせるしって言ったら、そんな取らせませんけども、雑用上がり、水道の開いたり、なんやらかに、で、あの、12年、診療所に乗った。それが、あの、俺の身についたよな。